森竹のハッピーフルナイト。チチだよ。イエーイ。ここが私たちの番組のいいところなんですよね。はい、はい、皆さんこんばんは。本日もスタートいたしましたのりたけのハッピーフラナイトでございます。はい、まずはですね、鳥越あずうり FM URL でご覧の皆さんこんばんは。木村のりおです。はい、そして鳥越あずうり FM そして URL をご覧のお聞きの皆様こんばんは。竹岡田でございます。ちゃうね。ちゃうか。もうカミカミだし、もうカミカミ URA になってるし、 URF F じゃない、 URL ね、 URL URL お聞きの皆様こんばんはですよね。本当ですもうね。いやいやいや、こう今日はもう8月30日ということで、はい、そうですね、早いですね。あっという間に8月 もうあと1日で終わりですよ、ね、でそんなこんなでちょっとね、うん、台風10号がねえ、みんなちょっと被害をもたらしてるようでございますが、ね、いやもう本当に大変ですよね。瞑想低迷、ね、はい、しちゃってるみたいですね。本当だったら今日は東京に上陸してたね、うん、最初のね予報だとそうですね。そうなんですよ、金曜日、うん、木金あたりが一番ひどかったんですけど ね、うん、なんか随分進路もずれちゃって、はい、で随分今回の台風ってスピードもすごく遅いみたいですね。そうみたいですね、うん、なんかまあ台風って自分では動かないそうなんで、いろんなものがねえ、左右していろんなものが左右、どうしたの、頭動くらしい。いろんなものによって、でもほら、なんかニュース見てるとさ、はい、線状降水帯がもうあちこちで発生してるから、ね、本当にすごいよね、あれはね。そうですね、氾濫しちゃってね。なんか昔線状降水帯なんて言葉あった？なかった。聞いたことないよね。聞いたことなかったの。ここ数年よね。最近ですよ、最近です、本当に数年ですよ。だって、うん、あの今地下鉄の大江戸線とか、うん、市ヶ谷の駅とか、うん、地下鉄の駅がね水浸しなんです。すごいんですよ、ね、滝のようなもう階段ドタ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 ッて水が、そう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 、あれ大変だよ ね、でもね、そうですね。でそれこそ都心なのに、うん、世田谷にしろ中野にしろ、うん、豊島にしろ板橋にしろ、うん、なんか土砂災害警報みたいなね、そう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 、東京で土砂災害ってどこが土砂みたいな、そう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 、そしたらなんかまあひな壇であのちょっと増築したような場所だとか、うんうんうん、あのそういうところはちょっとお気をつけくださいみたいな、ね、でも気をつけるものにもどう気をつければいい、どうすることもできないからね。どうしようもできないでしょ。八王子なんか今もうみんな街の中が膝ぐらいまで水が溜まってて、どうしちゃったのっていうぐらい、ね、すごいんだもん、ね、で今ねここはあの台東区、東京都台東区にスタジオはあるんですけど、うんうん、ちょっとここはもう全然静かなもので、静かなものだし、うん、風も雨も、雨も降ってないし、はい、ない状態ですね。なんか全然平気ですよね。なんかまあ夜中かな、なんかちょっとまた降るみたいな、そうみたいな情報もあるようですけれども、うんうん、このまま行くと、うん、明後日ぐらいに、月曜日ぐらいに東京に近づくみたいな感じなんだけどね、はい、今ちょうど台風じゃなくなっちゃったんだよ。でもそうなの、でもなんか熱帯低気圧だよね。そうなっちゃったの、熱帯低気圧になっちゃったんだよ。そうだよ、台風どっか行っちゃったの。いや台風がもう、うんうん、分かんないけど熱帯低気圧に分かんないけど熱帯、うん、なんか熱帯低気圧、うん、まあでも低気圧だから雨は、まあ雨はね、ここ4日ぐらいは続くみたいですよ。さすがでございます。さすがですね。熱帯低気圧に変わっても大雨の恐れ、あららららららら、まだまだ雨が、雨ってすごいのね。いやいやすごいですよ、こんなに雨ってすごいのかって、だって思い知っておりますよ、うん、あの本当に川が氾濫するでしょ。そうですね、で本当にここ1日2日で川の状況が全然変わってきてるからね。だからね、それだから玉川とか、川とかあとあの中目のあとあの中目のあのお花見してる目黒川、目黒川すごいもんね。もう警戒レベルバーンと紫色になってた。なんかどの色が一番なのかちょっとよくわかんないんだけど、そうそうそう、紫色になってた、うん、だからちょっとねまだまだ、ね、あのまだ気をつけないと ね、雨はもうずっとまだこれから4日間ぐらい降るみたいだからね。
飽きちゃったね、あのね、ね、なんかね誰かしら LINE とか言って、今なんか放送中に誰かの電話が LINE とか言ってるわよ本当、これから出るゲストの電話ゲストだよ ね、 なんかね、普通ミュートよね、どういうことですか、ね、なんかこんだけ売り頑張れ、あ、頑張れ、頑張れ、頑張れ、もう出る前、楽屋でなんか緊張しちゃうなんて言ってたかと思ったら全然余裕よ ね、 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 LINE なんて、LINE が鳴っちゃってるわよ、スタジオ内に、ね、びっくりしちゃいましたよ、本当にもうなんか ね、 ね、そういうことを考えると、はい、今日のゲストの方は、はい、意外と、なんだろうな、天然で、ね、あのね、おっとりしてて、のんびりして、おっとりしてるというか、ね、マイペースというかね、大丈夫なのかなっていうんだけどね、意外と頑張り屋さんなんだよね。そうなのよ、すごい頑張り屋なのよ、ね、めちゃめちゃ見た目のエレガントさとゴージャスさと、うん、そのおっとり感に相反してものすごい根性があるわけ、うん、なんかそのおっとり感っていうのも普通のおっとり感じゃないもんね。そうなの、大丈夫なのかな、人の話聞いてる、そう、大丈夫、聞いてるって、うん、分かってるよ、なんか大丈夫よなんていう感じなんだけど ね、まあ、素敵な女性なんですよ、はい、あのなんていうの、あの周りの女性たちを輝かせるために、うん、もう本当に翻弄して頑張ってるという、あ、そうですよね、はい、もう自ら頑張って、自ら頑張って、周りの女性を一生懸命頑張ってるんですよね、そうです、うん、で本業と、うん、まあ、本業とって名前、本業じゃない、本業とおかしいな、東京都出身なのに、本業と本業じゃない、本業と、そうです、本業と本当のなりわいと、はい、あとその女性を輝かすっていう、うん、この方も頑張ってるんだけれども、うん、実は後でお話聞かせていただきますけど、ね、うん、蓋開けてみると、うん、どっちも相通ずるものがあって、なるほど、ね、なるほどねみたいな、なるほど、あ、そうなんですか、そうなの、なるほどね、今日のゲストの方はのりちゃんの古いお友達なんですか、いや古くもないんだけど、うん、まあ、仲良くさせていただいてる友人の紹介で、うん、お会いしたんだけども、うん、もう会ったその日から意気投合、へえ、なるほどなるほど、ね、趣味とかいろいろいいんだよ喋って今スタジオにいるのよLINE だけじゃなくて声も出していいのよそうそう、そう、姿をね、後でね、後でね、ここでちゃんと紹介しますから、そうですね、声は出して自由だからね、そうですよ、そんな感じで ね、 ね、ぜひね、皆さん楽しみにお待ちいただきたいんですが、はい、でもさ、のりちゃんさ、一昨日ほらちょっとゲストで、そうなんです、そうなんです、そうなんです、なんかさ、あの時はお昼で、うん、外がほら明るかったじゃない、はい、やっぱ全然雰囲気違うもんね、違う、真っ黒黒真っ黒黒で見えないんじゃない、うん、あのクレオみどりさんのね、そう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 、番組で彩り緑、カラーユアライフよ、覚えたね、覚えたね、今ちょっと危なかったね、やっと覚えたにゲストでね、ですよね、はい、出させていただいた、なんかでもお昼来るとなんか気持ちもそうだけど、うん、なんかすごい新鮮な感じでできるよね、明るくて明るいし人がいっぱいいて、うん、なんかその何鳥越神社の森というか、はい、緑がたくさん、あ、そう、これ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 ですね、これ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 、はいはいはい、これ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 、そうです、あれ竹さん真ん中だったんだっけ、そう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 、いや真ん中じゃないよ、これ端だったんだよ、これ写真を撮るときじゃないかな、楽屋の中で、そう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 、ね、うんうんうん、そうそう、これゲストで来た時ですよね、ゲストでね、はい、はい、させていただいて、うん、まあ、なかなか楽しいよね、楽しかったっていうか、みどりさんが、うん、もうとにかくあの下調べをしてきてレポート用紙をなんか56枚持ってきていろんなことを書いて映像も作ってきてすごいこうトークを聞いてても丁寧じゃないですか、それに比べると私たちは何なんですかね、このアバウトさというか、スタートからだってさ、私はせーの8時だよってやってんのに、なんかタケさんはもう8時だよになってて、その後イエーイみたいなでもバランバラン2人しかいないのにバラバラですよ、ね、2週間ねちょっとね間が空いちゃうとね、そうなんですね、ちょっとねなかなかね、そうなんです、ちょっと2週間ね、そう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 、再放送をさせていただいていたわけなんですけれども、そうです、久しぶりですね、うん、だからね、そうですね、そうですね、はい、まあだから本当にみどりちゃんの聞いてるとやっぱり番組ってそれぞれその人の個性があるというかね、そうですね、まあ、パーソナリティそれぞれの ねカラーがあってね、そうですね、カラーですからね、はい、なんか今日舌が回らないな笑うじゃないですか、今日飲んでないでしょ全然飲んでない飲んでる時あるから、飲んでるといい感じなんだよね、
飲んでないよね。逆なんですよ。最近飲んでないのよ、酒。そうそう、たけさんどんどん痩せてくるの。そうなんですよ、なんかお腹がどんどんなくなってもう臨月ぐらいだったのに、もう全然よね。そう、臨月ぐらいだったんだけど、もうぺったんこになってきちゃって、ちょっと大丈夫かしらって。大丈夫大丈夫。でもこれ、あのお酒を飲んでなくて痩せたんじゃなくて、うんうん、自分なりにちゃんとトレーニングしてますからね。あ、頑張って、はい、偉いですね。はい、まあもうね、あの私たち自分からこう動かないとエネルギー消耗することがないっていうね、うん、でもあなたは太らないね。そうそう、甘いもん好きで、ね、まあ、そんなに海苔は量食べないけど、いや、あのね、16時間ダイエットは何気に長きにわたりずっとやってんの。だから夜食べてから16時間食べないと。そうそうそう、一番最後に食べてから16時間空けるっていうのを、そんなにストイックじゃないけれども、まあまあやってるんですよ。でもそれってちゃんと効果あるのかな。いや、全然ある。あ、そうなの。全然ある。試してみて。だから夜9時に食べ終わりました。食べました。そしたら次の日のお昼の1時か2時ぐらいまでは食べないの。やっぱ水分はいいんだよね。水分は取るけど食べないの。へー、そうなの。そうしてるとなんとなく地味にリセットされてまた始まる、うん、リセットされてまた始まるみたいな。でもさ、のりさ、うん、ほら、我々打ち合わせでいろいろあっち行ったりこっち行ったりするじゃない、うん、そうすると例えばほら、まあ、ここのスポンサーやってくれてる人たちと食事したりすると、うんうん、やっぱりほら、はい、9時10時11時10時ぐらいになってもなんかこうつまんでるんじゃない、うんうんうん、ってことはそっからあなたは16時間ダイエットをするわけだ。そう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 、夕方の4時ぐらいまで食べなかったりとか。それができる日は、でもできない日はまあ食べちゃったりもするけど、だからそんなにストイックにはやってないけれども、でもずっと結構何年やってんだろう。随分。ああ、そう。うん、16時間ダイエットって言ったら最近入り出したのじゃなくて、昔からあったのあるって。まあ昔からあるのかな。なんか、うん、でね、友人が酵素ドリンクの会社をやっていて、うんうんうん、その酵素のイメージキャラクターをちょっとやってた時があって、うんうんうん、でその酵素だけでファスティング3日間、飴1個、固形物一切、もう何も食べない酵素だけ。3時間おきぐらいに酵素だけがぐんぐんぐん飲んで、飴は舐めて、でも飴こそもうなんか何も食べない。え、まるまる3日間絶食、うん、それでファスティング、うん、それをどれぐらいやったのかな、もうなんか数えきれないぐらいやってた。あ、それ3日間やってまたちゃんと食事をして、うん、また3日間3日間やった後にまた3日間補食期って言って、うんうん、大根おろしとかお味噌汁とかそういうなんか発酵のものとか、だから6日だ、合計6日間ぐらいかかるのよ。無理だよね。で、うん、そんなこととかちょこちょこやっていて、うん、そのなんだろう、抜いた時のこう体の軽やかさとか、さ、うん、その気持ちいいのよ結構。お、うん、そういうのも知っていたので、でなんだかんだ16時間の方がよっぽど楽だわと思って。あ、それをやったことあるの、のりも。ファスティング、うん、もう何回も。3日間食べないで。もう何回も。やっぱり3日間食べないと何キロぐらい痩せる？あ、それでもね、2キロとか脂肪球がちっちゃくなるの。そのね、体重というよりか、うん、ラインが締まるんだよね。で、エッジが立ってくるっていうか、で脂肪球がちょっと小さくなるらしいんだよね。うん、でもさ、でデトックス、もうデトックス、もうデトックス。でも3日間さ、変なやつ何も食べないと、うん、デトックス出ないでしょ。とんでもない、デトックス、酵素ガンガン飲んでるからデトックス。あ、それでね、何も食べないんじゃダメなんだけど、うん、で酵素って適度に甘さもあるわけね、うん、別に糖分入ってるわけじゃないんだけれども、国内のお野菜とかフルーツとかそういうのを全部発酵させて、うん、陰と陽がなんか渦巻いて何してなんだかよくわからないけど、それで抽出されたなんかまあまあすごい酵素だったんだけれども、それで適度に甘みがあるのでお水で割って飲むんだけど、糖が入ったって脳が勘違いするから飢餓状態にならないの。あー、なるほどなるほど、うん、ぜひね、ちょっと皆さんもね、3日ぐらい、いやでもさ、人生長い間3日間ぐらい大したことない。それだったら16時間ダイエットの方が全然いいじゃない。全然そうなのよ。だってね、夜8時に食べて16時間食べなきゃいいわけだから、あとは普通に食べれるわけ。そうなのその方がなんか健康的だな、うん、なんとなくね。そうだね、だからそんな感じで、まあ本当今はストイックじゃないけれども、うんうんうん、まあ地味に長くやってはいるかな、うん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 、でもノリは体型、もうあなたと知り合って13、4年になるけど変わらないよね。そうね、あ、のり太ったなっていう時はないもんね。いや、ちょっとあったわ、やっぱり。あったっけ？55、6。
そうだったっけ、いわゆるさ、なんかライブをやって10年太り的なさ、やっぱりね55、6個で、ね、なんかあれちょっとなんかムチムチムクムクライブでドレス着た時になんかこの辺がちょっとムクムクしたからみたいな、なんかね、ムクムクムチョってこうしてうわやばいこのムッチリ感と思ってそれで頑張ろうと思ってたんだよね。だいたい華奢じゃないからさ、あのちょっとこう肉がつくと大女になっちゃうのよなんか。ああなるほどなるほど。だからそれはちょっと気をつけて、小さい身長がさ低い人はさなんかあんまりちょっと太ってもわかんないじゃん。でも私ぐらいになると 2,3 キロ太っただけででかくなるんだね。すべて大女になっちゃうんだね。そう大女になっちゃうもん。だからもう気をつけないといけないんですね。そうかそうか。まあまあでもなんかのりもよくこう食事見て両方とか見てると、うん、まず野菜食べて、まあ、ある程度計算して食べてるよね。まあ野菜は好きかな。炭水化物はいいかな。そうそうそう、炭水はね抜いたりとか ね。でもどうしてもカツ丼食べたい、どうしてもそうてか食べるもんね。天丼食べたいとか、ラーメンも食べるもんね。ラーメンもともとあんま食べない。でもほらなんかこの間久しぶりにラーメン食べたって言ってたじゃん、あの赤坂どっかで、ね、あの佐藤さんなんかと久しぶりっていうか何年ぶりか、もう数えるぐらい、あんまりラーメン食べないんだよね。でも食べたいもんは食べるでしょ。食べたいもん食べるよ。食べたいと思った。もう焼肉大好きだし、お寿司もやっぱり。だからお寿司行った時はやっぱなんかお刺身系をバンバン食べるから。でちょっと最後に握りとか巻物とかちょこって食べて。で最後にあなたは甘いもんが大好きだからこれだけはやっぱりタレット食べるよね。今日もちょっとチョコ2個持ってきた。なんか甘いもん大好きだもんね。食事した後に必ずデザート食べるんだよね。そう食べちゃうんですね甘いものはね。だから飲み物もさ、海苔の飲み物見てると本当になんか生クリームがのかったなんかわけのわかんない名前のなんかああいうのよく持ってるよな。あのキャラメルマキアとかね。キャラメルマキアとかなんか飲んでるよ。なんかアイスコーヒーとかアイスティーとかあんま見たことないもんね。あんまり飲まないよね。どっちかっていうと ね、 そうね、カフェラテとかさ、カフェラテ、ね、なんかこう生クリームが入ってるやつとかさ、そうね、好きだよね。糖尿病になっちゃう、気をつけよう、ね、そう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 。まあまあでも食べたいもん食べて、うん、飲んで、うん、飲みたいもん飲んで、うん、これが一番いいんじゃないの。まあそうです ね、まあ今日はですねそんな話も多分詳しいと思うんで、ね、はい、そうなんですよ。今頑張ってますからね、いろいろと ね、 女 性、 ね、女性の鏡ですよ。そうですよね、はい、なんでちょっとそろそろそうですね呼び込みましょうか。はい、はい、じゃあちょっと待って、私椅子ずれてですねこの真ん中にね入っていただこうと思っているので、先ほどもご紹介しました、はい、ミセスグローバルアースという、まあ、コンテストがあるんですが、それの埼玉、うん、支部でいいのかな、埼玉支部のオーガナイザー、まあ、主催者ですねをされております、小木津久美ちゃんです。はい、どうぞ。はい、どうぞどうぞ。なんか登場の曲とかなんか作ればよかったね。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。はい、ということでございますよ。先ほどね言ったようにちょっとこうおっとりしていて、うん、エレガントでゴージャスでっていうのがねもう早速伝わったんじゃないかなと思っておりますが、おっとりしすぎだけどな。でものんびりしてあれ来られて会社も経営してんの。そうなんですよね、話を聞いたらね、うん、そうなんですよ、社長さんなんですよ。そうなんですよ、もう長いんだよね。もう30年ですね、30年よ。それで何の会社だか分かる？何の会社ですか？うん、僕は知ってますけど一応全然さ、そのこの女性像から、うん、全然かけ離れてるんだよね。そう、えっていうびっくりしちゃったの、ね、うん、さあ皆さん何でしょう？トンチンカンチン、トンチンカンチン、トンチンカンチン、もう男の社会、ね、男の社会だよね、ほんとほんと。まあ、あの不動産、それから建築と両方されて、うん、そうなんですよ。それを自分で起業したの、起業、すごくない？そうなんです、起業だよ、ね、すごいですよ。美容系とかさ、なんか女性のなんかってわけじゃなくって、男社会のものを自分で起業しちゃった。え、またなんでそれをやろうっていう動機だったの？もともとはあの設計事務所だったんです、うちは設計士だから。でもともと設計をやってたんですね。あ、久美ちゃんも、うん、そうそうそう、うん、それをずっと一級建築士だね。そうなんだもんね、でもなんかだんだんこうやってるだけだと、うん、自分で作りたくなっちゃう感じ、うんうん、もあって、うん、書いてるだけじゃなくって、うん、現場も
やりたいっていう風になったりとか、うん、そうするとやっぱり土地も必要じゃないですか、うん、そりゃそうだ、うん、上物だけじゃどうにもなんないもんね、うん、だから相当じゃあ土地からやろうかなみたいな感じで、うん、不動産の方も始めたりして、うんうん、だから今は設計、不動産から設計、うん、建設までできる会社になったんですね、うんうん、すごいでしょ。それでね、コンセプトがまたいいのよ、うん、やっぱりさ、家はさ、うん、女性が気づいていくものじゃない、うんうんうん、やっぱり、うんうん、で女性奥さんが動線が良かったりだとか、うん、居心地が良かったりだとか、うん、そうすると結果家族みんなが幸せになるっていうコンセプトで、うんうんうん、ミセスのための家づくりを長きにわたりやってる。お台所がやっぱりしやすかったりとかね、女性はね、そうなんです、やっぱり家はね、うん、奥様が主役じゃないですか、うんうん、だから皆さんね、すごい奥様が楽しく作ってくれるんですね、うん、うん、素敵、うん、なので、うんうん、それでもあのミセスの輝く家づくりということをテーマにずっとやってるんですね、うんうん、そうだから、うん、実業としても、うん、ミセスのためのことを長きにわたりやってたわけよ。あ、なるほど、なるほど、ね、そうだからさ、あの私もね、実はあの大好きなんですよ、不動産、うん、めっちゃ好きなんですよ。でもうね、ほんとね、あのクミちゃんに驚かれるぐらい結構詳しいんですよ。だからあのハッピーフラクビになったら、うん、あのクミちゃんとこ勤めようかなと思ってぐらい、あの好き、まあ、本当に好きみたいね、大好きで、うん、でその女性の動線って言ったところで、うん、私が思っていることと、うん、クミちゃんに話してみたらやっぱりそこが合致して、うん、だよねだよねだよね、うん、みたいなことで盛り上がった日もあったよね。結局女性の動線ということは、うん、やっぱり家を守って一日家にいるのは基本的な女性なわけじゃないですか。そう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 、食事を作ったり洗濯をしたり、うん、例えばその、まあ、子供部屋があったりいろんな、そういう意味で総合してやっぱり、うん、女性が住みやすいというか動きやすい家ってことでしょ、うん、やっぱり、そう、やっぱり日々のことだから、うん、例えばお洗濯しました、うん、いちいち違うところに行って、うん、もしくは階段上がって2階に行って、うん、テラスにあの、うん、干すなんて、うん、ナンセンスな、うん、あ、雨が降ってきました、また階段上がってきません、もう毎日なの階段へっかしゃっかしゃっつく、そんなのナンセンスで、であるならば洗濯する場所にほんの2畳ほどでもいいよ、うん、まあ一坪でもいいよ、うん、ね、あ、だから2畳か、まあいいや、まあ3畳ぐらいでも何でもちっちゃくてもいいから、うん、バルコニーみたいなのがあれば、うん、そこにそのままピッてかけられたり、うん、で取った時にそこでちょっとこうアイロンができたり、やんないけどさ、うん、そういうことやったりとかさ、なんかあとなんか運動靴とかさ、子供がいるとさ、洗ったりしなくちゃいけないじゃん、だからそういうボールがついてるとかさ、うん、やっぱそのちょっとしたなんていうの、心配りっていうか、うん、ちょっとしたものがめちゃめちゃ日々のことだとありがたいんだよね、うん、そういうアイデアはクミちゃんが全部考えるの一人。そう、私もね、うん、大好きだから、うん、でもね、お客様と打ち合わせしてる中で、うん、あの向こうからいっぱい資料とか、うん、持ってきてくれるんですよ。そうしたら、あ、こんなのもあったんだななんて思いながら、うん、逆に教えてもらったりすることもあるしね、うんうんうん、でそれはこれいいとか思ったら、うんうん、じゃあこれを今度入れてみようとか、そういう感じの繰り返しだし、うん、もう素敵な家今いっぱいあるじゃないですか。いっぱいあるよね。そうそう、もうなんか私も大好きだから、うん、もうこれいい、あれいいって思って、うん、あのいろんなことをもうどんどんやりたくなっちゃうのね、うんうん、だって私なんてさ、全然関係ないのにさ、うん、いろんな土地の資料とか見ちゃって、うん、で憲兵率とか容積とか見ちゃって、詳しい、でここだと あれぐらいの家が建つなと思って、で勝手に関係ないのに、じゃあ1階は寝室ばっかりにして、よし2階にリビングを持ってって、じゃあ車庫の上はテラスにしちゃってとかも、勝手に、それ誰の家だと思ってやってる、誰の家でもないんだけど勝手にやってる、もうじゃあ、ね、周り縁はああいうのがいいよねとか、専門用語出ちゃうから幅木もこれがいいよねとか、女性でね、憲兵率とか言う人いないからね、本当にノリそういうの好きだよね。で自分でちゃんと絵を描いて、家の絵を構想を描いて、将来はこういうとこにとかね、方眼紙でも描いちゃうもんだって、うん、でもそれがすごく一致するんだよね、そう、一致するの、話してたらもういいよね、うん、でもさ誰にちだか分かんないで勝手に喋っちゃっていいよねなんつって、なんかあなたたちお二人ともさ、うん、そうだけどさ、全くそのさ憲兵率とかさ設計とかいうタイプじゃないよね
ね、どっから出てくるのって。そうでしょ、ね、あそこの化粧品はさあとか、あのダイヤはさあとかっていう感じだよね。全然そうなのよ、ねね、やっぱそこは吹き抜けにしてさ、上まで、ま、窓が欲しいよねったら、やってるわよそんなこと、わかるわかるって言って、うん、そうそうそう、ねね、そうなの、楽しいのね、建築ってね、建築は素敵だよ、うん、ね、その合間を縫ってゴルフはもうしょっちゅう行って素晴らしいしね、ゴルフはプロかって言われて最終呼んでゴルフ行くしね、どんな生活をしてるのってぐらい優雅な生活をして ね、 でその間にねライズアップ行ってね、そうそう、やっぱり女性の鏡となろうとしてるわけだから素晴らしいですよね。そうなんですよ、ね、まあ、その本業がやっぱりミセスのためのということでやっていたからこそ、うん、まあ、ここには、うん、私がこの、まあ、のりたけのハッピーフラナイトをやる前身で、うん、木村のりおのハッピーフラナイトって言って、うん、まあ、最初は一人でやらせてもらってたんだけど、うん、その時にじゅんじゅんゲストで出ていただいてるんですよ。それが全ての始まりですね。そう、このじゅんじゅんって言って、うん、奇跡の72歳、うん、まあ、残念なことにちょっとね、うん、2年3年前か2年前ですね、2年前かな、うん、ちょっと他界されちゃったんだけれども惜しまれつつ、本当にみんなが支持してるが全てのね、じゅんじゅんっていう方がいたのね、うん、でその人が、うん、まあ、久美ちゃんにとっても、うん、まあ、指針となり、うん、そのじゅんじゅんが、まあ、仲良くなられて、うん、でじゅんじゅんのいろんなアドバイスを聞いて、うん、その、まあね、実践としてもミセスのためのっていうのをずっと やられてるわけだから、うん、そこから付随して、うん、そのミセスグローバルアースを展開することになるわけ、うんうん、そうなんです、ストーリーがあるんだよね、まあ、じゃあその彼女の後を継いだっていうか、まあ、彼女に、うん、後を継ぐっていうか、もうじゅんじゅんってもうみんなが大好きな素晴らしい女性なの、うん、それでね、その中のまあ一人ではあるんだけども、ジュンジュンと知り合うまではこういうそういうミセスももちろん知らないし、うんうんうん、そんな世界知らなくて、うん、もうその本当男社会の中にいたんだけど、カチンカチンやってたんだよね。だからジュンジュンと知り合ってから、うん、こういう世界あるんだっていうことに気づいて、うん、もうそこからもういろいろと教えてもらって、で、うん、で今回もそのグローバルアースをやるにあたって、うん、まあ、ジュンジュンの方から、うん、もう育美やりなよと、一緒にやろうってもうすごい言っていただいたので、うん、それでやろうっていうことでね、でスタートしたんだよね、まあ、その人と会って、うん、やっぱりまた別の意味の世界が広がって、でなおかつやっぱりほら、うん、今回のスイングとかそういうふうにいろいろこれからもお話をするんだけども、どん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 なんかちょっと今まで、ね、ないことをね、そう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 、やってで、そうそう、今頑張って、ね、そうそう、面白い人間の出会いって不思議だよ ね、 だ、 ね、だからそのじゅんじゅんさんと、うん、久美ちゃんが出会ってなかったら、うん、今こういうあれはないかもわからない、いないの、いないの、ね、全然いないの、それはね、本当にじゅんじゅんに会って最初は、まあ、ちょっと興味本位で、あ、どんだけ綺麗なのかしらぐらいの感じでちょっとお会いしたんだけども、まあ、その先、まあ、そこでまあ綺麗だわで終わっちゃうか、うん、まあ、もうちょっとこういろんなことをお話ししたいとか知り合いたいって思って、うん、もう一回会いに行ったっていうところが、うん、まあ、一番のスタートかなと思って、うん、でそれでジュンジュン、あれこの間来てたよねみたいな感じからすごく可愛がってもらって、うん、でゴルフとかもしょっちゅう一緒に行かせてもらったり、うん、本当すごくよくしてもらったんですよ、うん、でやっぱこの今回のこのグローバルアースも、うん、本当にこうジュンジュンはまあちょっと他のコンテストのね、うん、もうあれだったんだけども、うん、もう関係ない、もうやろうよって言ってくれて、うん、後押ししてくれて、で私の第1回目の時は本当じゅんじゅんファミリーがみんな出てくれて、うん、すごく頑張ってくれたんですね。なので、まあ、そのみんなもじゅんじゅんのためにも、うん、これは続けようってすごく言ってもらってるので、うんうんうん、それがね、これちょっとホームページを出していただきながら、うんうん、はい、なんですよね、うん、なんかね、たけさん実はね、そうそう、ね、コンテストってね、うんうんうん、まあ、いっぱいあるんだけれども、うん、このグローバルアーズって世界4大コンテストの一つでもあるので、うん、由緒正しいコンテストでもあるんだけれども、うん、今日本にはいろんなコンテストが乱立してて、うん、乱立、乱立、乱立乱立してて、うん、それで
あのやっぱりコンテスト派閥じゃないけれども、うん、このコンテストに A に出たらもう A です、うん、B に出たらもう B ですみたいな、うん、なんかね、 なるほどね、ちょっとそういうのも ね、うん、あったりするの、うん、でそういった垣根を越えて、うん、ジュンジュンはあの久美ちゃんをバックアップしながら、うん、一緒に頑張ろうって言ってスタートしたのがこれなんだよね、うん、すごく楽しみにしてくれてね、うん、本当審査員の真ん中で応援するよって言ってくれてたんだけど、うん、ちょっとね残念ながらこの写真にはジュンジュンさんって方はこれはね昨年のね受賞者とかね、あその前ですね、あ22年か、うん、そうかそうか、これがみんなジュンジュンがあの集めてくれたっていうか、うでこれが23年度の、うん、グランプリ取った、ね、いろいろとそうですね、うん、で今ももう募集始まってるんだよね、うん、はいチッチッチッと、うん、結局あのエリア大会からそれからここであの日本大会へ行くチケットを取るためのこの各エリアがあって、うん、ミセスグローバルアースのうちは埼玉、他も東京とかいっぱいあるんですけど、地方よ、地方大会、地方大会、そう、うん、そこからこうグランプリとか取ると日本大会に行くっていうことがあるんですね。そのための、ね、まあ、あのチケットを取るための大会っていうことなので、うん、でも日本大会は本当ねこうなんていうゴージャスなんだよね、すごいんだよね、本当プロの方が歌う中をあのファイナリストがランウェイするって、うん、すごい華やかで本当にこうワクワクするようなあなかなか他ではないあの大会だと思うんです ね、でやっぱり、うん、あの今まで子育てしたとか、うん、ちょっと若い時の夢を諦めて、うん、家に入った、クミちゃんね家に入ったとかね、クミちゃんね、クミちゃんでございますよ、なんか可愛らしいじゃないこれそう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 、でそんな人たちがまた自分の一歩を踏み出すっていうか、うん、そんなね、一つのこうアイテムとなって羽ばたいてねもらえればと、うんうんうん、おじにちょっとチッチッと上げてみてくれ、ちょっとチッチッと上げてくれ、おじチッチッと上げてくれ、チッチッと下げてくれ、下げてくれ、下げちゃった、下げちゃった、ちょっとなんかあ下げちゃった、本当に素晴らしい、そうアンバサダーを、アンバサダーとしてね今回ねやっていただいて、でもなおかつさら、うん、そんなこともやりつつ久美ちゃんがさ今回ほらね歌もやるわけじゃない、そうなんです、それがさね、いやと、ね、ちょっと皆さんここからがまたね、ここからが本題なんですけどね、ここから本題でございます、ちょっとびっくりしちゃってね、ミセスグローバルアース埼玉のテーマソングなんですよ、うん、これがそうなんですよ、ね、テーマソングをなんと小木津久美ちゃん自身が歌うんでございます、歌うんですよね、まずいですよねだから最初のりちゃんがボイトレやって、うん、久美ちゃんのボイトレ2回か3回僕行ったけど、うんうん、大丈夫ったら、久美ちゃん大丈夫ったら、練習してるったら、うん、してない大丈夫かな、してな い、ね、歌えんのったら、歌えない、そうなのよ、久美ちゃん声出してみて、はぁ、もっと大きな、はぁ、それ以上出ないのったら、出ない大丈夫かなと思って、なんで何を言ってもさ、もう全然反応がさ、遅いからさ、ね、SNS で上げて、皆さんが反応いいわけ、うん、素敵、久美ちゃんどんな曲とかなんだとかいろいろ上がってんの、うん、この人そのプレッシャーに耐えられるのかしらとか思ったやばいやばい、ほら、ね、あーありがとうございます、そう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 、こんなこととかね、させていただいて、でも本当に大先生のおかげでいやでもね、多分久美ちゃんは、うん、やってない時はやってないと思うんだけど自分でやろうと思ったら結構見えない努力をする人だと思うのね、あの絶対そうだと思う、うん、そうね、そこにスイッチが入るまでは非常に時間かかるから、その時間がね、かかる追い詰められないと、追い詰められないとやらないと、あんまり時間かかりするとこっちも間に合わなくなっちゃうやっとねお尻に火がついてね、このなんとですね9月の12日にレコーディングレコーディングなんですよね、もうすぐですねでもいい曲できたよね、いやあれはいい曲だね、テーマ曲ではいい曲だね、ぴったりの曲だよ ね、 だ、 ねだからもうみんなで歌ってもらいたいし、このみんなが、まあ、ランウェイしてるステージをね、ランウェイしてるシーンだとか、受賞した人がこの受賞している受賞式じゃないけれども、セレモニーやっている時とかがもうバーンと浮かんでくるような、本当にぴったりな曲ですね、なんかねあれ
ボイトレ聴いてて、クミちゃんの歌も聴いてて、うんうんうん、でまあノリが歌ってくれたりしてて、クミちゃんも歌ったりしてて、まあ、なんか厚みを持たせるんだったら、ちょっと2人で歌えるユニゾンみたいなところをちょっと作っても面白いかもしれないよね。いや、そうだからコーラスで入ろうの、全部コーラスで入って、うん、そうだね、ユニゾンで、ね、歌うといいかなって感じるけどね、うんうん、いや、そう本当にね、うん、なかなかよくのできたっていうぐらい素敵な曲ですね。そうだよね、うん、本当にローバランス、うん、もうコンテストならではの、うん、そうそう、本当にね、もうイントロからもうさ、できっとね、コンテスタントの皆さんは、出場される皆さんはやっぱりもうすでに緊張もされてるだろうし、うん、いろんな覚悟とか勇気持って挑んでるわけだから、うん、まあまあすでにもう感極まるギリギリなわけですよ、もうすでに。でそこにあの曲バーンってきたら多分ね、泣いちゃう。あ、そうだね、うん、泣いちゃうと思う。本当にそういう意味ではぴったりの曲だよね。ぴったり、本当本当、うん、泣いちゃうと思うんだよね。だから本当、クミちゃん頑張れ。10日頑張ってね、クミちゃんね。頑張るけどね。声がちゃんと出るんだからね。もう出ないとか言わないでね、ほんまの時にね。プレッシャーかけてるよって、ま。だから今日はちょっとその番宣じゃないですけども、うん、はいはい、宣伝というところで、はい、でまたちゃんとレコーディングも終わり、うん、ちゃんと。カンパケ出来上がったら、もうその曲を引っ提げてまた出てもらうというね。で、ね、でここで歌っちゃうんだよね。そう、ここで歌ってね。ね、でそのコンテストはどう？今エントリーもスタートしてるんでしょ？まあ、ちょこちょこと、うんうん、いただいてますけれども、うん、まだね、うん、日本大会が12月なので、うんうん、まあ、11月ぐらいまで、うん、埼玉は、うん、募集して、うん、ギリギリまでやって、うん、そのまま日本大会に行ってもらおうっていう作戦なので、じゃあちょっともう一回ホームページお願いします。うんうん、これエントリーしたい人はどうすればいいの？あ、ここのホームページを、うん、ミセスグローバルアース埼玉、うんうん、これちょっと上げるとチッ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 と上げていただけますか。あそこにエントリーはこちら、あ、エントリーはこちら、うん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 、そこをクリックしてもらうと、うん、こういうフォームが出るので、うん、ここにちょっと書き込んでもらって、うん、そのまま送っていただければ、うん、なるほど、こちらの方に来るので、うん、そうしましたらご連絡します、うん、応募資格とかって、応募資格は、うん、今はもうミス、ミセスですけど、ミスでも、うん、ミスっていうか、ミズミズで全然構わないので、うんうん、はい、うんうん、まあ、シングルの方でももちろんもちろん、まあ、今はシングルになった方でも、うんうん、全然、うん、その、まあ、今もそういう枠を取っ払って、うんうんうん、もうただ年代で分けて、うん、もう60代50代40代30代っていう枠を持ってるんですね、うんうん、そこに応募していただければ、うん、もう大丈夫です。なるほど、うん、まあさ、女性はさ、こうやって一歩踏み出すとすごいね、うん、違う世界がまた訪れて、うん、なんだろうな、どんどん進化していくのよ、女性って、うん、それすごいよね、うん、全然違う、うん、なんだろうな、あ、私なんてと思ってる人いると思うんだけれども、うん、とんでもないんだよね、だから一歩踏み出す勇気だけでもう全然 OK だから、うん、男性はそれに比べると、女性に比べるとね、進化しようがないのよね。そうなのよ、変な話ね、こっちが進化してきちゃうのよ。それはね、キンクだから、ね、いや本当に進化しようがないの。女性はいくらだってしようがあるじゃない、うん、美容にしてもそうだけどさ、ね、いや女性の方がそういう意味ではパワーもあるし、ね、すごいよね、エネルギーもね。だからユミちゃんなんて今ほら不動産やり、クミちゃんね、あ、ユミちゃんじゃない、クミちゃん、ね、誰ちゃん、ユミちゃん、もうね、もう一人いるんですよね。あ、いるね、高野シミちゃん、ね、ちゃん、クミちゃんなんか不動産業やり本業やり、うん、またね、グローバルやり、うん、歌やり、うん、でゴルフはもう週2週3であり、めちゃくちゃハードでしょ。うん、でもね、うん、ほら好きなことだし、うん、ゴルフはね本当遊びだから、うん、全然ね、お酒も飲むんでしょ。でもお酒はちょっとね、うん、でもまあほら仕事ももちろん嫌じゃないし、うんうんうん、もちろんアースの方も嫌じゃないし、うんうん、嫌なことがないから、うん、すごい素敵、ね、うん、いや素敵、やっぱりさ、うん、頑張ってきたからこそ今があるんだろうね。やっぱりだって必死に仕事してる時期もあったでしょ、うん、もちろんもちろん、ね、うん、でそういうのを経て、うん、まあ、ある程度社長業としてのちょっと時間も作れるようになって、うん、で
その女性応援の方にも時間が注げるようになったわけでしょ、うんうんうんね、やっぱりこう急成長頑張ってる時はなかなかそんな時間もね、うんうん、ないだろうし、うんまあ、タイミングが本当に良くて冗談の時に順々に会えて、うん、ちょうどその時期はちょうど良かったのかもしれないですね、うんうん、なのでいろんなことを教えてもらうのにはすごくいい時期だったかもしれないし、うんうんやっぱずっと憧れなので、うん、もうね70歳になっても、うん、あの可愛さ、ね、美しかったね可愛くてねと思うし、うん、ずっと憧れだよね、うんうん、素敵な本当キュートな女性、うんうん、そうなの、うんまあでも僕ほら2人のボイトレのとこね、うん、あのレッスンやるとき見たけど、うん、やっぱり初めて見たのねノリがボイトレの先生までやるとき、うん、まあでも2人ともね、うん、素敵だわやっぱり女性がね一生懸命やってるっていうの、うん、でノリもねやっぱりねあのやっぱり音楽が好きなのね、うんうんうん、それでその誰に対しても同じように情熱をバン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 ってぶつけていくから、うんうん、あこれはね素晴らしいなと思って、うんうんうん、いや本当本当で今までそういう部分って見られなかったから今一緒に仕事するようになって、まああのね、それこそね、久美ちゃんは不動産やったりしてるけど、うん、ノリはまあ一応音楽の方と、うんうん、あとボイトレの方とで今一生懸命頑張って、うん、でいろいろオーディションやって、うんまあ、そのいろんなデモもやったりしてるけども、うんうん、なんかそういう才能をどん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 今発揮してるというか、うんうんうん、あのまあ頑張ってるのねだからねやっぱりああやっぱり60代50代の人たちってこれからまだまだ何でもできるんだなと思って女性はね、うん、もう殿方頑張んないともう男性はね後退していくばっかりだからねレロレロになってる場合じゃないですよ本当殿方頑張んないと、ねうん、もう僕なんか全てノリにも任しちゃってるからもう何にもしないでプロフィールまで送ってくれたりするからねこの番組のゲストに出るときにねもう本当にいやいや本当いや本当そういう意味ではすごいね、うんうん、でもどうですか歌の方はやり始めて、うん、え歌ってね自分の歌ができて、うん、それはね、うん、まだちょっとそれは実感湧かない感じ湧かないんだけどでも歌って楽しいなって思った、うん、あのなんかあ思ってきた思ってきた最初つまんなそうだったけど思ってきたつまんなそうだって最初あのちょっと別枠でねあのそれこそ今までの受賞したことか、うん、そういう人にちょっと歌わせようかなとか、うん、もにゃもにゃいろいろ言ってたんだけど、うん、自分も歌わなきゃ違うの突然、うん、そっか、うん、私がやるわって急に言い出して、うん、あ、うん、本当って言って、うん、じゃあ久美ちゃんもちろんやっぱオーガナイザーだからね、うん、やっぱり大会の主催者だからそのテーマにのっとったもの第1弾としてはやっぱり久美ちゃんが、うん、やるべき、ね、それはすごいよね主催者が歌って それってすごいよね主催者の歌ってさ、うん、テーマ曲はね、うん、だからまさに基本的にクミちゃんもね、うん、歌うことはね絶対嫌いじゃないと思うの、うんうん、そうそうただやっぱりそういう今発想がなかったでしょそう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 自分で、ね、自分の曲を歌うなんていうのはそうそうそうないないない全然ないよ、うんうんうん、やっぱそれはないし、うん、歌自体もほらあんまり歌う機会ってないでしょ、うん、普通はカラオケとか以前行ったり昔はしてたの行ってたよあ行ってたけどここのとこあんまりもう歌ってたのちゃんと歌えてたのうんまあでもほらさあもう酔っ払ってる時じゃんそういう時行ってだからまあ、いっかみたいな音が勝手にね歌ってる感じだから、ね、人に聞かせるとかじゃなくって、うんうん、でもあの一番最初にあの、うん、なんだっけそこのお店行って、うんうん、メビウスそうそう、うん、あじゃなくてあのなあ練馬のねそうそう大根の花ねキーチェックちょっと、はい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 、キーチェックをしようと思って、はいはい、レートも来てもらってそう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 なんかすごいなと思ってね、あの先生作曲のあレートね作曲の先生ねセットタイプじゃないけど、うん、まあレートねレートキーチェックしてね、うんうんうん、まあすごい世界とか思って、うんうん、そう、うんうん、だから、うん、それはでもやっぱりみんな歌って楽しい歌大好きっていう人がいっぱいいるんだなと思って、うん、私にいっぱい私も歌やりたいっていう人結構いっぱいいました、うん、いやだから、うんうん、僕久美ちゃんのレッスン2回行ってるけど、うん、最後にノリが送ってくれたのね、うん、あの久美ちゃんと歌ってるやつをね、うん、もう全然良くなってたからすぐノリに「あ久美ちゃん良くなったじゃん」って声も出てるしっつってであとはもうレコーディングだけだからって。俺送ったよね、何やってる何やってるさすが本当に良くなってたから本当何あんだけ声出るんじゃんと思ってそうなのよ何今までのあれはカルラクヨの声はってまたまた
ラクミちゃんほら向こうにいた、おーいおーいとかいろいろ叫んでたよね。言ってごらんって言って。そうそう。もうこの年なんか芝居の稽古みたいな、あれ初じゃないけど。初レッスンしたからね。やってたよね。でもそれが成果に出てきてるから、うん、やっぱりやれば ね絶対に声って出るから。そうなの、びっくりびっくり、本当に本当に、うん、だからまあ、うん、この歌もそうなんだけれども、うん、実践してるわけよ、久美ちゃんがまさに、うんうんうん、ちょっと違う扉を、うん、勇気を持って、うん、開けた途端、うん、いろんなものを吸収し出すわけよ、うん、だから、うん、本当にまさにオーガナイザーである久美ちゃんがそれを実践されてるから、うん、ちょっとなーなんて悩んでる方とか、うん、いや私なんてなんて思ってる方、もう本当にただただ勇気持って一歩行くだけでほんと変わっていくから。そうだね、で確かにね、あのそのコンテストにしてもいろいろレッスンもあるんだよね。そうウォーキングとね、うん、あのスピーチ、そうそう、うんうん、だからそういうものをもちゃんと受けられるし、うんうんうん、なんかいきなり急に歩いてくださいって言ったらなんかええどうすんのってなっちゃうだろうけれども、うんうん、ちゃんとレッスンもあるから、うんうん、その辺はサポートしっかりされるから、うんうん、安心してどんどんチャレンジしてほしいですね、うんうん、待ってます。いやでも俺ねもうねあのリハの時のキミちゃんってあんまり喋らなかったじゃないうん、うん、なんかやっぱあ声が出るかなとかいろいろ不安もあったと思うけど、うん、今日ラジオにゲストに来て、うんこんだけちゃんと落ち着いて喋れるってのは、ね、素晴らしいじゃない、君ちゃん。どうも緊張してないよ。緊張してないよ。大丈夫よ。大丈夫よ。全然大丈夫よ。ね、普段通り。そうよね。絶対平気よ。全然平気よ。なんで女なんだ。でも本当にびっくりした。そうでしょ。こんだけ落ち着いてと思わなかったもん。本当。あれ、君ちゃん。大丈夫かな、出てゲストで出て何か言ってもはいそうなんですよかなと思ったらちゃんと堂々と喋ってるから心配してた。30何年も女社長やってんのよ、ね、やっぱりね、それはそうですよ、ね、いろいろちょっとなんか計算間違いして多く給料振り込んで、ね、何そんなことしたの多く給料振り込んじゃまずいじゃん。それがバタバタ、さっきあどうしようそれ戻してとは言いづらいしね。いや言いますよ間違いは間違いない、ね、そうだよね。そんな可愛いところもありながら、なるほど。30何年だっけ、うん、じゃあ30年。あ、30年。30年経営してきたんですよ。うん、ねもうね、なかなか30年経営ずっとしてくるって、すごいことだと思う。ご主人も一緒にやってるんですか、うん、今はね、一緒にやってくれてます。まあ、別々だったんですけど、ねうんうん、すごく今忙しくなっちゃったんで、うん、来てもらって。あげくなんて忙しいのよ。本当忙しい。忙しくてしょうがないのって。いいな、忙しいってこと。忙しくてしょうがないって言ったらね、いやいや忙しいけど、めっちゃスケジュールも月のうち25日スケジュール表真っ黒だね。真っ黒だけど、もう年間にいくら稼ぐの、月に400〜500万稼いでんじゃないの、あのスケジュール400〜500万じゃ足んないでしょ。いや、一月だよ。一月だよ。一月よ。びっくりした。びっくりした。もうどっちも年間でびっくりした。ちょっと寂しいよね。そうそう、でも、本当ね、私たちもちょっとクミちゃんを見習って。そうだね。ちょっともっと頑張んなきゃね。長くちゃんとやっていけるようにね、頑張りましょう。はい、これ私の音なのね。わあ、そうなの、うん、初めて聞いた初めて聞いた。こういうところがいいよね、なんかね。わあ、そうなの、そうなの、初めて聞いた。こういうところがいいよね、ふみちゃん。そうです、飾らなくて。これですよ、これ、あら、綺麗に撮れてそうだえ、これそう、そうよ、私よ、まあ、なんてこと言うのかしら、もう半顔でございますよ。これ面白い撮り方でしょ、うんうん、これ素敵だよね、この撮り方ね。素敵、でもなんかちょっと違う、うん、そう、じゃあ半分だから、半分だからかな、うん、だいぶ違うけどね、これね、だいぶ違うよね。そう、ちょっと失礼しちゃう、パパクロが撮るとね、シワ飛んでるわよ、うん、なんか、うん、絵と写真のこう、リミットそうでしょ、真ん中ぐらい、うん、そうだよね、写真でもないし、絵でもないしね、ハイブリッドだから面白い作りしてるなと思った、うん、これ見た時に、おしゃれだよね、こういうのって、何気にね、昨年ね、30年ぶりにリリース、そう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 、新曲、30年よ、あなたが経営してる分なんかチーンとしてたのよチーンって、ほんと30年、そうなの、30年ぶりの新曲リリースでございます。何か今度はね、建築業界でパーティーとかあったら使ってくださいね、うんうん、ゲストでね、プロの歌手の、そうね、そうよ、司会と
歌いますから、ね、社長頼むよ久美ちゃん。そうよ、私なんかさらになんか話してくれるのりを頼むよ。本当ですよ、ね、分かったわ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。その時久美ちゃんも歌っちゃってさ、そうよ、だから私も社長も ね、そうよ、この時は歌えます。そうよ、私の曲ですって大いに盛り上げるからね。そうよ、カラオケにも入るのよ久美ちゃんの曲、はい、そうね、だからちょっと楽しみだ。オーガナイザーの、力を使って、皆さんにも歌ってもらえるようにね、うん、なるといいよね。まずは聴いてもらわないとね。そうですね。でもなんか本当にこの曲はね、久美ちゃんの曲はね、うん、もうぴったりの曲だよね、コンテストの場合ね。本当、もう涙出ちゃうって感じ。いや、本当に本当に。ね、だからもうみんなに歌ってもらいましょうね。でもさ、本当に痩せたよね。痩せた。ここ2ヶ月ぐらいで痩せたよね。2ヶ月いったからね。痩せた、本当に。何キロしたの？マルザップ。マルザップ。マルザップ。そう。なんとかザップで9キロ。マルザップよ。2ヶ月で9キロでちゃんとご飯も食べてたの、ね。うん、そう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 。すごいよね。でも少ない方。9キロなんて全然少ない。でもそんなにね、うん、2ヶ月で15キロも16キロペラペラじゃないって言ってたのよ、うん、おかげさまで、うん、たださっきも話してたんだけど、うん、本当に週2回3回ジム行くだけでも体重って落ちるの分かったでしょ。そうそうそう、ね、うん、そうなの、真面目に、ね、不思議だよ ね、 本当にね、実際はそんな継続は力なんじゃないかと、うん、やってればね、そうそう、結果は出てくるんですよ、うん、そうなんですよ、ね、そうでございますか。というところでですね、はい、はい、あっという間にエンディングとなってしまいました。早いでしょ、早い ね、 ね、ということで本日もお聞きいただきまして、ご覧いただきまして、はい、ありがとうございました。また久美ちゃんには新曲、違うわ、デビュー曲引っさげて登場してもらいますの で、 、はい、でね、お楽しみに。それでは皆さん、また来週、さよなら。ゲストは荻津久美ちゃんでした。